コロ、お主の婿入り先が決まったぞ。縁あって夫婦となる二人。先日被りました。家の面目を守るため覚悟を決めた武士の葛藤の物語。参れ。はい。あと1年で良いのです。来年の7月1日9つちょうどにこの場所で会おう。渡辺大さんが演じるのは小五郎に父を切られ武士の掟にのっとり敵討ちの旅に出る関口一太郎。武士として多分正しい行動をずっと取ってるんでしょうけど、人間として合ってるのかっていう意味ではものすごく悩むというか。私も命を賭して小五郎を討ち取り関口家の面目を立てねばなりませぬ。敵討ちがどれだけ重要なのかとか、そこに大義があるのかっていうことをね、改めてちょっとこう自分の中で年を重ねれば重ねるほど悩んでしまうという、そういう感じですかね、立場としては。はい、逃げてください。いい感じ、いい感じ。ちょっとそこから歩いてきて。はい。もう本当に集大成のシーンですので、ね、気合入ってるんで。この日の撮影は重要なシーンの一つだけに緊張感が高まります。一応の畑持ってようかなと、あれだけ持ってようかなと思ったんです。未練とかじゃないです、もう本当に名残なんですよ。はい、オッケー。池波正太郎原作「武士とその妻」3月12日夜7時。